こんにちは。梅村です、えー。前回は、あの、なぜテープをね、あの、貼るのかというところをお伝えしたんですけれども、今日はそのテープですね。こう見えにくいのでこれにしますね。このテープの種類について、えー、質問がありました。これは、マスキングテープですね。を貼っているんですね。で、こちらの 方は、ちょっと見えにくいと思うんですけれども、この透明のね、テープ、セロハンテープと呼ばれるものを貼っています。で、私は、このセロハンテープの方を貼って、アートを描いています。で、うちの講座のね、受講生さんたちもこのテープを貼っています。で、講座でも、このセロハンテープの方をおすすめしています。 で、えー、この質問なんですけれども、マスキングテープで剥がすと、あの、綺麗に枠が剥がれる。でも、テープを貼ると、あの、剥がした後が毛羽だったり、あとはこうギザギザってね、画用紙までもが、あの、一緒に剥がれてしまいます。なので、汚いので、マスキングテープでいいでしょうかっていうね、ご質問をいただきました。結論は、どっちでもいいです。 どちらでも自分の好みによって、あの、まあ、変えていただけたらとは思うのですが、まあ、私の、あの、意見としまして、今日は、えー、ご紹介しようかと思うんですけれども、 あの、こちら、ちょっと見てもらうとわかると思いますが、これですね、なみなみなみ。これまだ本当に、あの、少ない方だと思うんですけど、剥がした時の勢いとかでも、あの、ボコってね、作品のところにもテープが剥がれてしまったりだとか、することがあると思うんですね。で、このなみなみなみってなっているところだったり、この少し画用紙がね、毛羽立ってしまうところが気になる方がいらっしゃいます。 で、それはもし気になるようであれば、先ほど言ったみたいにマスキングテープを貼るといいと思います。マスキングテープはね、毛羽だったりしないので、綺麗に剥がれると思います。が、このね、これを見てもらいたいんですが、結構セロテープですけれども、綺麗に剥げてますよね。剥がせてますよね。で、これはね、実はセロハンテープの種類によるもんなんです。 同じ透明のセロハンテープでも、あの、金額がね、やっぱ違うセロハンテープがあると思うんですね。で、そのセロハンテープの、あの、これは、えー、ちょっと高い方のセロハンテープになります。あの、100均とかで売ってるセロハンテープってね、すっごいね、粘着力がいいんですよ。で、すごいありがたいんですけれども、この、 アートをね、描くときにはちょっと不向きで、剥がすと、その粘着もが残っちゃうんですよ。で、こうなんか、剥がした後、こうねちゃねちゃとして、ひっついちゃったりとか、あと本当に黒くなっちゃったりとか、ゴミがついちゃったりとかするんですね。ですので、あの、できれば、セロハンテープっていうのがね、いいと思います。はい。で、えー、毛羽だっても、私はいいと思ってるんですね。 なんか、それも一つのアクセントになるかなと思っています。はい。なので、あの、あまりこのギザギザギザは気にしなくていいかと思います。でも、どうしても気になる。という方は、マスキングテープにするといいかと思います。はい。もう本当にこれは、あの、好みですね。好みで、あの、この剥がし方ですよね。今なっちゃうと、 思うので、あの、嫌な方はこのマスキングテープの方を使うといいと思います。はい。今日はテープの剥がし方とテープの種類についてご紹介しました。またこのような、えー、いろいろなね、なぜ何についてもお話ししていきたいと思います。よろしかったらチャンネル登録の方お待ちしております。 えそして、えー、ヒーリングアート協会の方では、あの、無料メール講座をね、配信しています。ヒーリングアートを描きたいという方のための描き方、無料メール講座。えそして、先生として活躍していきたいという方のための無料メール講座を配信しております。詳しくは、下の説明欄に URL を貼っておりますので、そちらをクリックして、ご登録、ご視聴いただければと思います。 今日も最後までご視聴くださいまして、ありがとうございました。梅村知恵でした。